はい、明日は交流会のコーナーです。今夜、アメリカ4月の生産者物価指数が21時半発表で、決算発表シスコシステムズ、メイシーズあります。明日の予定、国内は4月のマネーストックが8時50分、そして4月の工作機械受注が15時発表です。アメリカの決算発表、アプライドマテリアルズ、半導体注目ですね。で、決算発表、大所、KDDI、アステラス製薬、ユニチャーム、三菱地所、地所あたり、まあでも結局下がったのか、やめときましょう。富士通、ダイワハウス、NTT データ、住友不動産、三井住友トラスト、ヤクルト近鉄グループ、阪急阪神、小田急アコム、カジマ、大正薬品、大正製薬か、しょうがない。メディパル、日清製粉はちょっと注目をしたい。そしてペプチド、コナミ、カルビ、三井化学、ジャストシステム、コンコルディア、クラレ、ハセコ、全勝いけるかもしんないな。マックとかケンタッキーとか結構調子いいですもんね。その辺はだから中で食べないにしろ持ち帰りとか結構好調なのかもしれない。日テレ、協和エクシオ、TBS、タカラバイオ、京都銀行、ケーズ、ゴールドウィン10時発表です。で、あと、沢井製薬、上組でしたっけ？上組でしたっけ？ 森永製菓、青空銀行、東洋アニメーション、エノーケ、日本オイルシール工業か、森永乳業、三和ホールディングス、三和シャッターですね、カネカ、岩谷産業、前田道路、テレ朝、インターネットイニシアチブジャパン、ガンホ、ラクス、JMDC、ヘリオス、メドレ、パーク社、GNI、ウェルビー、ギフティ、カオナビ、ライフネット、 MTG、 アルファポリス、レアジョブあたりありますが、ちょっと注目どころ探していきましょう。IIJ、インターネットイニシアチブは、お昼12時発表なんで、ここは、うわ、高えな。いや、やめときますか。明日安かったら買ってもいい。2%、3%下がってるぐらいだったら買ってもいいけど、ちょっとやめときますか。こんな上がり方してるとは思ってなかった。ああ、ちょっとこれ怖い。新日本空調とか、戻っちゃってるか。ちょっと注目したいかな。新日本空調13時発表です。場中発表なんで、なんか見てから買ってもいいかもしれないですね。なんかチャレンジしないでも。そんな気がします。あとは、あんまないかな、場中は。森永乳業とかね、できますけど。バチューはちょっとないかな。ちょっと引けこですね、あとね。森永製菓の方行きましょうか。ちょっと多分牛乳みんな買わないっていうから。でも雪印メグちゃんが良かったから、森永乳業も悪くないのかなって気もするんですよね。ちょっと一応2264、森永乳業の方4000円台か。4000円台チャレンジする。ちょっと勇気いりますよね。明日安かったらチャレンジ。森永乳業は14時決算発表、成果の方は引け後です。あとカルビー、お菓子とか結構買う動きがあるんじゃないかなと思ったりしてるんですけど、カルビー、札幌はちょっと無理か。角屋、SB、エバラ食品、エバラ食品、SB、SB か。SB、もうちょっとちゃんとした銘柄だったらな、なんかメジャーな割に東証2部だったりとかして、ちゃんと IR 活動やりゃ、なんか、もっと変わりそうな気がするんですけどね、SB 食品とかね。エバラ食品、ちょっと SB はやめときましょう、なんで、ちょっと言った嘘ね。まあ、こっちも変わんないか。やめときましょう。悪くないと思うんですけどね。いまいちだな。なんか。ブレインパッドとかどうです？高かったでしたっけ？高いな。5600円はちょっと高いですよね。決算チャレンジするにはちょっと高いんですよ。
ただいい銘柄だと思います。次元、この辺はやりやすいんじゃないですか、比較的356円。ちょっとチャレンジしてあげてもいいかなっていう感じします。まあ100株、まあ100株買ってもって感じなんでね、まあ、500とか1000株とか買ってあげてもいいんじゃないかなっていう気がします。次元 V キューブ3、上がってんな上がってんな V キューブ、まあ、もしよければ V キューブちょっとトライしてあげてもいいかな。あと、あ、CRI ミドルウェア。シリコンスタジオとか結構良かったんで、ミドルウェアいいんじゃないかなって気がします。CRI ミドルウェアはちょっと注目してあげてください。こんな感じかな。カヤック、オープンドアとかどうなんですかね。出尽くしになるんですかね、こういうのね。オープンドア、トラベルコちゃん、数字見てアク抜けみたいな期待はひょっとしたらできるかもしれない。明日下がってたらちょっと買ってもいいかなっていう感じですかね。ユーザーベース、ユーザーローカル、どっちもまあまあ好きなんですけど、ユーザーベース、こっちはあれですよ、あのなんだっけ、ピッ、なんだっけ名前忘れてた、ニュースピック、ニュースピックですね、ユーザーベース。あんまり、まあ、コロナ関係ないし、読む人増えてもおかしくないかなと思うんで。ユーザーローカル、ビッグデータ解析ですね。ユーザーローカルの方がいいかな。ユーザーローカル、ちょっと注目したい、今回は。ですね。あとは IP 再生時。名前もいいな。そんな感じかな。東映アニメーションとかっていうのはどうですかね。高いか、やめましょう。高い買いたい方買っていいと思いますけど、高いですね。ちょっとかやりたくない。6670 MCJ、 まあいける方は MCJ、 740円なんで比較的買いやすいんでいけるかなと思います。マスコンピュータージャパン、みんなパソコン買ってるぜということですね。これどうかな。あ、いっか、いや、なんでもないですこんな感じかな。大所の半導体とかもないですよね。ないよ。ウェイブロックとかありますけどね、どうなんでしょうね。ユニチャーム、ユニチャームをどう捉えるかですね、これは。あ、固まってしまいました。いけた。ユニチャーム、ユニチャームは12月決算だと思ったんで、第一クォーターなのでね、まあなんかそんなに大きなショックは起きないと思いますんで、やっぱりマスクとかって思うんであれば、まあ、トイレたりとかっていうことを期待するんであればいけると思います。ユニちゃん、こんなもんかな。KDDI、 なんか持ち合い感がすごい出てきちゃってる感じですね。この75日と200日かなの間のこの持ち合い感、どっちに離れるのかな。 KDDI とか、まあ、NTT データ、NTT データとかどうかな。高いか、ちょっと見いいか。富士ソフト、富士ソフトどうでしょう。多いな明日。富士ソフト4010円、ちょっと高いって思うかもしれないですけど、いける方は富士ソフトいいんじゃないかなって思います。こんなもんかな。あとフィックスターズ、フィックスターズもし、あ、これ情報修正出しちゃってるのかな。そうです、決算予想の修正出してて、で今期の見通し
がどうなのか、なんか非開示な気もすんな。今期そう平気で非開示とかやられそう。そしたらもうなんか何の発表なんだよって感じなんですよね。まあ、ちょっとその辺、キックスターズ、まあ、ちょっと面白そうですが、今期の予想非開示って言われた時になんかもうつまんないって感じなんで、まあ、そこら辺を加味して、やっぱり量子コンピューターだろうっていう方はいいと思います。まあ悪くないと思うんですよね、多分。数字的にも今期、まあ、ちゃんとやれば全然悪くないと思うんですけど、非開示って言われちゃったらしんどいなっていう。まあそういう企業なんですね、ここはね。っていうのだけちょっと怖い。ジャストシステム。こんなもんかな、明日は。ですね。はい、という感じで見ていただければと思います。ということで、明日の推奨でした。はい、明日の個別材料を見てまいります。まずはちょっとざっといきます。コムシス、自社株が決算発表もありました。自社株買いも発表しています。箱積み株式数の 1.18%、150万株上限とした自社株買いです。為替技1本で上がるのかどうか。日和産業ですかね、これ。20年3月期の業績発表でした。営業利益5億2700万円ということで、前期比71.1%増益で着地です。メドピア、上期の業績発表でした。営業利益4億8400万円ということで、前年同期比46.6%増益で着地です。強い。島精機、20年3月期業績発表でした。営業赤字56億200万円で着地です。厳しそう。出尽くしとか何のかな。アイコム、自社株買い発表してます。発行済み株式数の 3.39%、 50万株上限とした自社株買いです。決算表もねありますんで、お持ちの方はチェックしておいてください。メガチップス、業績発表でした3月期ですね。で、前期の営業利益が9億7200万円で着地、69.5%増益です。そして今期の予想、営業利益27億円で177.6%増益。そんな強いのメガチップス。任天堂関連ですもんね。確かにね。岩崎電機、20年3月期の業績発表、営業利益で36億6100万円、前期比151.1%増益で着地です。松屋 R&D、20年3月期の業績発表です。営業利益4億700万円ということで、前期比126.226%増益となりました。直近上場なんで、またね、このそんなに数字いいんだってことで買われる可能性はありそうですね、この辺ね。続いて、グッドスピード、自社株買い発表です。は、決算発表とともに自社株買い発表してますんで、こちらもご覧ください。自社株買いは発行済み株式数の 2.94%、 9万株を上限とした自社株買いです。そして、新生銀行、業績発表はありました。こちらもお持ちの方はご覧ください。で、自社株買い発表してまして、発行済み株式数の 8.88%、 結構大きな規模です。2050万株を上限とした自社株買いです。続いて、セイノ、こちらも業績発表とともに自社株買い発表、発行済み株式数の 9.96%、 2000万株を上限とした自社株買いです。ここも結構大きいですね、規模ね。ちょっとこの2銘柄はちょっと明日追っかけたいですね。ブティックス、20年3月期の業績発表でした。営業利益1億8700万円で、前期比51.7%増益での着地となってます。そして、日本ケンタッキーフライドチキンですね、日本 KFC、好調、絶好調。20年3月期、営業利益で47億8500万円で着地、前期比116.9%増となりました。マックも良かったですけど、こっちもいいですね、やっぱり。持ち帰りに強いですよね、この辺はね。こういう店の中で食べないとしても、やっぱり、まあ、食べたくなるし、実際。そう、食べたい。なんか事務所の近くのがなくなっちゃったんでね、ずいぶん前に。なかなか食べられないんですよ、ケンタッキーが。ということで、以上、明日の個別材料でした。では、マーケットを見ていきましょう。まだ今、ヨーロッパ時間ですんで、そこだけ触れておきたいと思います。
今日軟調ですね、全般軟調です。イギリス 1.13% マイナス、今6時37分です、夕方。ドイツ 1.5% マイナス、フランス 1.85% マイナス、全面安ですね、今日ね。 1% から 2% ぐらい、だいたいマイナスです。うん、弱い日本だけなんかそんな下げなかったって感じです、そう思うとね。どうしたことでしょう。ドル円107円まだ0、まあちょっとだから107円ちょうど挟んだ展開ですね。一時107円割れてますんでね。原油25ドル半ば継続してます。ニューヨークダウ先物は 23,643 ドル多少戻したかな、さっき500ドル台だったんだよね、多少戻してきてます。日経平均先物23,340円、意外これね下がんないですね。まあニューヨーク今日はさすがに戻すかもしれないですね。昨日大幅安やってますんで、ちょっと先物買い入れたいなっていう気持ちもちょっとあります。まあこういう線、まあ、先物的にはこういう線引いてます。ちょっと現物でやりますけど、こう引いてこう引けるんだけれども、まあ、これがねだからなんつうんでしょう、なんかこの線伸ばしたかったのもっとまあこういう持ち合いも見えるし、まあもうちょっとこういうのもだ、まあ結構いろんな銘柄同じような感じになっていると思う。あ、全然違ったやこれも消したいな。ちょっと、あれこういうなんかね感じがありそうで嫌だなっていう。まあないかちょっと今のところ分かんないですけど、でもなんか70この75日がなんかちょっと重たく見えるんですよね。でまあいろんな線が今集まってきてますんで集まった収束したところでどっちに発散するのか、まあ、200日ぐらいまではちょっと上がるんじゃないかなっていう気もしてきてます。2万1000円ぐらいまでね、同時になんか、ね、200日がこう下がってきて、で、まあ、5日とか25日とかこんな風に上がってきてみたいな感じで、なんか全部この辺に集まんじゃないのっていうそんな気がちょっとしてますな。2万円台後半から2万1000ぐらいまで、なんかその辺でなんか揉み合ったりしそう、そんな感じかなというふうになんとなく見えてます。まあ、今日ちょっと雲を突入してなんとかね雲の上限のところで踏みとどまった感じですけど、はい。とりあえず今週はあと2日ですんでね、まあ頑張っていきましょう。5月も半ばになりますんでね、なんとか、自粛続けつつ、お時間ある方はまあ、なかなか普通に土平日なんで難しいと思いますけど、生配信の方も見ていただいたりとかしていただけるとね、コメントいろいろいただけると嬉しいです。であと、高評価などなどお待ちしておりますね。高評価、コメント、チャンネル登録されてない方はチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。ということで以上、静かさんの明日はこれを変えでした。